東。ミニ東ミニショー。あ、もうゲットですね。これはもうゲットですね。これは面白いですね。これ赤なんですか。赤。だけど欲しがる方はこっちですよね。この大きさですよね。すごいな。バッター。今日来て業者の買い方。いや数と業者の買い方ですよ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。初めまして。初めまして。随分早く、すみません、ちょっと早く来ちゃったんで。じゃあ中見てみます。見ましょう。はい、昨日もいっぱい見ちゃった。あ、すごい。あ、これなんか欲しい樹種みたいな。今日はなんだろう。矢島さん来たらやっぱりちっちゃくて太いやつ。うん。力つけて。緩めていきたくてね、はい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 、それであの本当は喋らないことをずいぶん喋ってるんですよ。と思いますよ。私を見てて思いますもん、うん、これ、普通の人じゃ言わないだろうなと思うようなことを、あのみんな喋ってるのもやっぱりゆくゆくはみんな愛好家の人もね、はいはい、それを見て上達してくれれば、そうですね、それで、そうですよね。、はい、後取りがいないんですよ。あ、私もね、だけど結構喋っちゃうんですよ。いいんじゃないですか。そうだけど、多分最初はいろいろ叩かれるかなとか思ったんですけどね、うん、意外と寛容です ね、 皆さんね、意外とそうですよね、うん、もうそういう時代じゃないですよ。そうですね、ですよね、はい、どうですか、2つ3つ、うん、いやー今日はだからうわーこれすごいな、困っちゃうなこれ。困っちゃう。いや、二つ見だからね、なんかすごい大物を狙うか、そうですね、細かく買うか、ね、あれ、これあれですか、大天井とかいうやつですか。そう、この辺、これくらいですか。これ全部そうですか。そうです、熱は多少違う。で、そっちはね、うん、あの峰東の二升なんですよ。二升できるんですか。峰東を畑に入れといた人がいて、それの未生をね、毎年取ってるみたいですよ。あで、そこから分けてもらったんだけど、はいはいはい、半分以上枯れたから。あ、そうですか。あ、ほら、まっすぐですよ。やっぱ、はいはいはい、それがどうしても許せないんで、曲げちゃうんですよ。曲げちゃって植える前に。そうすると随分枯れますよね。ミネアズマいいな。あ、未生ですか。あるんだ、未生って。大体は継ぎ木ってことですか。継ぎ木が、うん、昨日もちょうど紹介した、ね、昨日が動画アップされて、ちょっと生意気に継ぎ木の話をしたんですけど、ミネアズマありますよね。ありますよね、ミネアズマっていうと継ぎ木ってイメージだったんで、うん、あ、もうゲットですね。これはもうゲットですね。値段も聞かずに、ミネアズマはもう値段も聞かずに、いや、どれが欲しいか後でまた、そうですね、じっくり。これこっちはまたちょっと上なんですね。ちょっと大きいです、ね、年数が。あ、それはね、また違うんですよ。違うんですか。あと、これがミネアズマ。あ、すごいか。おー、いいですね。すごいな。あ、これでもなんか巻いたんですね、うん、あ、これはもうじゃあある程度なったやつを買ってきたんですか。ほらほら、安倍さん。はいはいはい。あ、そうなんですか。雪どけで土が硬くて、掘れないんですよ、はいはい、だからそれ過ぎたらすぐ行こうと思って行くでしょ、そうするともう売れちゃってんの。だからね、なんかこれでもいいところ寄ってきたんだけど、あ、はいはい、もっといいのがあるはず。あるんですか。なるほど、それくらい人気ありますよね。ありますね。これとね、蓬莱が大好き。あ、蓬莱ですね。 B、 ちなみにこれいくらなんですか、 BKちょっと値段の話はどうで聞いていいのか。すごいですよ。すごいな、これ。なんか不思議ですね、この YouTube で見ている方が。これ、この喋りだっていう。八つ尾さんの伊勢。あ、伊勢。あ、はいはい。こういうのもいいな。これもないんですよ、こういうの。みんな作らしてるんですよ。あ、そうですか。小さい鉢って意外とないんですよ。ないんですよ。ないですよね。だから全部作らしてる。へえー、すごい。こんなにいっぱい鉢あるんですね。僕も知らなかった。すごい。寸法出して。あ、エイメさんじゃないですか。エイメさん。狙いは？
やっぱ御用松なんですか。御用松はちょっともう今もう気持ちが御用ってるんで、御用にさっきの手書きも一つロマンス。ああなるほど。あこれキュウさん、これは真似してましたよ。クロマツの。カルタラ責任取ってもらうって。大きくて7センチ。はい。平均5センチぐらい。ああすごいですね。5センチいくとミニなんですよね。超ミニ。超ミニですよね。今まで作れない。ええー、そう言われると、ガゼンこっちはよしってなってる、やってろってなるわけです。で5年ぐらい作りましたから、いっぱいあったんですよ、売り始めたらパッとなくなった。ああでしょうね。まだ3本ぐらい残ってるから今みんな欲しがってますからね、10センチ以下のね。あ、心拍もですか。心拍まだ手入れしてないんで。ああこれも面白い。あでもシャリ入れるんですね。シャリ入れてこれも小さいの作ろうかなと思って、枝の細い枝で作って、はいはい、シャリをこう見せながらね、はいはい、この間動画でも紹介したんですけど、シャリ削って水水が残った水水が余計太るんですね、はい、うん、水水が太る、余計太る。あの水水をねこう真ん中削ってあるんでしょ、はい、両側から攻めていくと、うん、こういうやつですね、2本になるから、その水水が、うん、そうそうそう、だからまさしくあのね倍に太るんですよ。そうでこう巻いて太ったとこ目分かるんですよね。そうそう、両方削ってってこういうふうに盛り上がって、うん、あれがつながってね、うん、そう最後ではどっちか1本の水水になっちゃうんで、ですけど板シャリを板シャリを育てるっていう、はい、名言を削って盛り上がらせると。シャリを育ててるって。そうそうですね、そうそうそう、キュウさんがあれいい言葉だなって、板シャリを育てるって。あーこうやって見ると面白い。あこれなんかもこれは面白いですね。これだから最初だ年数経ってますよこれ ね、 そうですね。曲げといてね、曲げといて針金かけんですよ、針金かけて鉢に入れるから、はい、うん、3分の1枯れますよね。あ、はい、であの残ったものをこうやってもう元から曲がってるから、うん、これだってあれじゃないですか、海外の方持ってく持って向けるんじゃないですかこれ。ですかね。これもいいや。これあちょっとテンション上がってる。テンション上がりますね。いや我々こういうの見ないんで。そうですね、うん、この辺のものも買えるんですか。あんまりここまで来るとそうなんか先見えてるからね。あまあ多くなければ別に。多くなければあそう。これはあのこれはすごいその辺の交換会で買ったやつ。あ買ったんじゃ高いですね。ああなるほど。すごい。これでも買うなら全部見たいですね。全部見てる。ちゃんと、ね、ちょっ とりあえずざーっと一回見ましょうか。欲しいやつをざーっと、一回全体ざーっと出していただいて。商品はね、私やってたん、ずっと最初もともと商品やってて、はい、その飾りを特にしたいわけではないんで、黒松、そうですね、作る方が好きなんで、だからあんまり黒い松とは正直言って持ってないんですよ、あんまり。珍しいねって言われるんですけど、大体みんな黒松欲しいじゃないですか。黒松よりはね、黒とか赤松とか、はい、売り出したらね、あっという間に売れちゃって、今3本切り残ってないんですよ。あここにダーンと黒松あったんだ。いや、これだと欲しがりますもんね、普通。中に赤松もあって、はい、これが赤松。これ赤なんですね。赤だけど、欲しがる方はこっちですよね。そうです。やっぱ飾る天だと、ね、そんなに欲しがらないです。ですよね。女性がこう一番ね偉いところでこうで俺私が仕切ってんのよみたいになっちゃいますもんね。飾りですよね。はい、の天のところに。これはすごい。こういうのもないです。こういうのがあったんですよ。いいですよね。あの黒はあんまり黒とか小白は傷があんまり気にならないから、うん、この大きさですよね。だからあそこにあるのはみんな黒になるんです。あーすごいな。すごいな。こういうのためにあのちょっと遊びに行ってね、拾ってくんだけど、面白いでしょ。いやこれ好きですね。こういうの面白いな。どうやって作るかなって考えちゃいますよね、うん、ボディはねですよね、うん、想像つくんだけど、まあやっぱ枝がね、うん、こっち流したいですよね。こっち流して買って作ること考えちゃうんでこの辺の、ね、
ちゃってくださいよ。いいですね。行っちゃってください。行っちゃってって行っちゃいけないですよね。そう、これが、ミネアズマですね。ミネアズマ。面白いですね。面白いですね。あんまない。これ、違うんですか、値段がそれぞれ。年取ってくるとね、買い値忘れちゃってしょうがないの。ね、長いことあるでしょ。そうですね。いや、これだけあったら、もうね。そんなに買うわけじゃないんですよ。はい、大概、うちで作ったものが多いんですけど。これは次ではないんですか。これは次です。これは次ですか。全部。あ、で、いいわけですね。これですかね。そうそう、これがですよね。うん、でも、ご用題にご用だから、ご用にご用ですね。分かんなくなっちゃうんですよ。そうですね。うん、黒だと分かっちゃうけどね。はいはいはい。僕も欲しくなるな。これが安倍さんだからこうご用代にご用継ぐんでさ。そうですよね。みんな黒についちゃってるんだよね。そうですよね、うん。これがいいな。それが一番いいかも。この針金かけは安倍さんの お孫さん、安倍晋三さんのお孫さんが今一生懸命やってるよ。いや、やってますよ。YouTube でもやられてますね。これの枝ですよね。この3つある。それをどうしようか。動画にできそうですね。動画できそう。もう買えってことですよね。これか頭立て替えるか。抜くとまっすぐになっちゃうんですもんね。元の芯に近づけるように。そうですよね。そうするとこれが頭になる可能性高いですよね。もうちょっとコンパクトになる。どうしようかな。ちょっと欲しいのとりあえず抜いてって後で値段聞いて、ちょっと考えますね。これが1500円ですか。大体所1500円ですか。やっぱり未生ですもんね。未生か。でも欲しいな。これ可愛いな。僕も一個買おうかな。ね、なかなかないですよ。大天章、大天章じゃない、ミネアズマの未生。ないもんな、ミネアズマの未生って。俺も初めて見た。偶然行ったらさ。あって。うん、あって。ミネアズマの未生。来た甲斐がありますよね、これね。大天使もいいな。年数経ってるんですよ。ね。で細くてもいいからって言ったらね。はいはい。線香より細いのも。どうやって作るかだな。でもな。こういうの太いのも、太いのもある。これでもパッと見てわかります。ありますね。やっぱ太いですね。うん、葉っぱが。太くてね、しっかりしてるよね。ミネアズマはね。いやー、ミネアズマの実生良かった。今日来て。ね、これも欲しいなと思ってたんだけど、これ見ちゃうと。ちょっとなんかもうちょっと、あ、これ太い、何これ、これめっちゃいいじゃないですか。これいいじゃないですか。大天章、そんなのあるの、探せばあるんですよとか言って。これでいくら、ちょっとあんまり金額、あ、そうか、そうですね、編集がね。ちょっといいな。ご用ばっかり、ご用ばっかりですね。やっぱりご用がね、小さくてまだこれから、これからってやつですね。取り木の取り木か、取り木のやつはいかすんだろう。これ、取っちゃったら高いんだよな。取っちゃう。取る前のやつ。取る、すごい。取らなくても高いよって言われちゃって。この辺の取る前のやつっていかがぐらいなんですか。相場感が。完全予想で買う感じですよね。そう、相場感がわからない。これは根が出てるやつね。ああ、なんかさっきのちょこちょこっと。うん、で、あと数年で話せると思うんだけど。はい。これまだほっぽっといた方がいいんですかね。もうあとは1年ぐらい、1年ぐらいですか、うん、こうやって肥料うんと乗せてさ、ああ、そうですね、うん、根が出てる、そうですね、もうね、根が出てるやつ、あ、これも出てる、ほら、ほら、あ、これですか、これ、あ、上か、うん、あ、これ切ってるんですね、うん、これ幹がな、わからないですもんね、どういうんだかね、幹はね、多分単幹になってると思う、え、いい木だよ、これ単幹、うん、ほら、この辺見ると分かると、ああ、はいはいはい、電卓持ってきた方がいいかな、あ、あるよ、ちょっととりあえず置いてみますね、後で、いやー、ね、やばいな、正月早々、入っていて、いや、これはでもある程度こう経験値がないと、まあそうですね、手出せないですね、ちょっと怖いですもん、やっぱり、なるほど、いや、もう下はもう信用してたんですよ、完全に、わかんないですもん、だって見えないですもんね。ね、それはね、夏ご用です。あ、これは、うん、あ、さっきのもんですか、わかんない、あれもそう、夏、あ、そうですか、うん、これは、夏ご用で、なかなか良くならないから取り引かけた、夏ご用一番出るね、まあいいですよね、うん、安全、根が、ああ、芽が、根がよく出る、あ、これも、あ、でも絶対これ置いて帰ったら夢に出るな。また買いに来ます。いやー、来ちゃうな、これ。さっきのもちょっといいです、候補として。
ちょっと後で。これ面白いです、面白いです。やばいな、こんな。黒があんだけあるから、模様と黒の数のバランスをね、黒の方を主体的に考えようかなと思ってる最中の。だから意外と安くなってると思います。はい、これでも動画出したら多分売れますよ、紅葉松。ねえ、いや私ゴヨ好きだから、あれだけね、買ったって言うと、ってこんなのあるんだって、また来ちゃう。喜んでくれりゃもうそれで。あとさっきの心拍だな。ちょっと待って、もう一回見ましょう、やっぱり。言ってたよ。雑木もね。雑木もだって、こういうのって面白いですもん、これ。1時間ぐらいの動画になる。好きなんですね。好きですね。だってこれ面白いじゃないですか、こんなの。これの。お、ズミ。こういうのはね、一切症じゃないんですよ。あ、なるほど。こういうのは一切症で。ああ。豆、まあ、がよく。ああ、なるほど、なるほど。豆ですよね、もう。かわいいですね。かわいいですね、こんなね。ちゃんと太くてね。こんなんだったら。実がなるとな。欅いいな、これな。危ないですよ、まだ。まだだから、危ない。本当はここから熱着をしていく。熱着をしたら高くなるんですよね。でも自分じゃ熱着できないしな。普通にね、ひろまさんいつもやってるように粘り作るような、まあそうですね、方法も別に大丈夫ですよね、きっと。欲しくなりますね。なかなかね、これも、いやもうね、ちょっと最後に相談します、あのお財布とちょっとどのぐらいあるんですか、この下、ミッキーの長さ。あ、さすがいい質問です。私も聞こうと思う。それよりいくらか入ってると思うんだけど、覚えてないな。でも、まあ、ちょっと深めに多分植えるしますもんね。ちょっとありますよね、きっと。うん、だけど10センチぐらいで、うん、ある程度収まるようには作ってあると思います。一番ちょうどいいかもしれない。うん、ちょっとこの下に見てね。2センチぐらいね、植わってるのかな、うん。だけど、そこでもう根を作る位置だってことですもんね。そこから取り引きする話じゃないですもんね。なるほど。うなるなぁ、これは。と言いながら、これ目の前にケヤキが。これは取る前。取引する前。赤っていうのはやっぱ葉っぱが赤いんですか。葉っぱが紅葉するやつ。これも見たな、動画で。赤っつっても赤っぽいっていうやつ。赤っぽい、ああ。1位か。うわぁ、なかなかないな、こういうの。ないですよ、こういうの。値段書いてありますね。どっかに書いてありました。ここに。ああ、本当だ。種買ってさ。にしよう。うん。今年ちょっと針金かけて作り始めようかなと思って、俺死んじゃうよね。あのサイズになるのは何年かかるんでしょうね。うちって硬いんですかね。うん、硬い。でも軸は柔らかい。軸は柔らかいですかね。心拍と同じですよ。間違ってたらごめんなさいですね。外最初が持ってるこういう板。そうなんです。ちょっとごめんなさい。木自体は枯れた後は硬いみたいですけど、針金かけるには心拍と同じぐらい。1、温庫ってやつですよね。うん、結構やっぱいいやつは値段がね、いや、します。するからなかなか、しかも珍しいですもんね。暑いから枯らしちゃいそうで怖いっていう。これ、110個、サルスベリって。ですね。あとあれありましたよ、動画で変えて最後1本になっちゃったんだよなって。あ、それ、あ、意外とちっちゃいんですね。すごい動画で大きく見えたんだけど、あー、なかなか面白いですね。まあ変えてだとしますよね、こういうふうに。そう、こうだと。ここからこう出てるこの部分を感じはぐふにして、あ、枝を横に出てる枝を取った。ここで自然の曲がりがあるんですよ、はいはいはい、その枝がこう出るから、はいはい、自然の曲がりがあるからすごく面白いのができる。昔は それをね、随分作った。あ、ね、面白い木ができるの、もう想像できないような木が。それで、ね、根がね、こっちにいっぱい出るんですって。でこれ根をついで、こっちに根をついたんですよね。勉強したんですよ。それじゃないとどんどんこっちにね、こっちに伸びてきちゃう。伸びてきたんですね。でもこっちに根がありますよね。いや、それついたのよ。あ、これもついたんですか。面白いですね。こういうの好きな人ってちょっと変わってる人ですよね。普通じゃないですもんね。普通じゃないですよね。普通じゃない、こういうこの離れたところにこういうもう全体景色として見れるかどうかですよね。
素人の人はもう突拍子もないことをやるからね、すごいよね、はい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 、業者はさ、売ることばっかり考えちゃうからな、面白いな。これはオビスさん。あ、オビスさん。オビスさんから買ったの。あ、それでまた取るんですか。小さく作るんですけどね、どっから作るかわかんないけど。これだって粘りがちゃんとあるじゃないですか。粘りだから効果みたいな、そういうのを刺してあるからさ、そこでくびれて、そこから苦し紛れに根が出たやつ。あ、これよく見ると上だけだとね、なんかこうとぐろ巻いてるように見えちゃうんだけど、根がしっかりしてるから。あそこの小口さんちはね、ああいうふうにいっぱいあるけどね、すごいですね。あれよく見るとね、宝の山だよ、山だよ、あそこは。はいはい、そうだから、もう15年以上行ってないんで、ただ動画でね、Q さん紹介してくれたから。それは姫シャラの取り消したやつ。やっぱり姫シャラだ。あ、これだ。いいやつ随分売っちゃったんだ。え、いいやつをね。いいやつ売っちゃった。うん。あれ、毎年そうやって出来上がってくるんだけどさ。本鉢に入って、はいはい、出来上がってくると売れちゃう。ああ、そうですよね。展示会飾ってるよ、みんな。ああ、ついでるんだ。すごいいっぱい刺さってますね。あれは、あれですね、幹に通すんじゃなくて、やっぱりこう、そヒメシャラは、溝を作ってそこへこう埋め込んで枝継ぎしても呼び継ぎをしても、楓みたいにごつくならないから傷が巻いて、その部分がきれいになっちゃうんですよ。はい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 、だからあのヒメシャラはそうです。勉強ですよ。ん、楓は肉巻きが激しいんですよ。幹を削ってこういうふうにやるとそこが巻いて太っちゃうんですね、ごつく。だからこう穴を開けてこうやって刺す。なるほど。だけどヒメシャラはそういう太り方をしないんで、こうやってつけて画鋲でこれ画鋲で固定してる、止めてるんですよね、ってことですかね。あれね、ちっちゃいのできるんだろうな。これちっちゃいの作るんですもんね。そうです。動画の編集が恐ろしいことになりそうだ。ああ、もうあの途中でカットしてください。そのくらいのやつをさ、そのくらいのやつで、やって、ええ、出来上がってくるとさ、こんなでかくなっちゃう。こんな大きくなるんですか。いや、結構ね、太るもんだよね。作ってるうちにどんどん太っちゃう。皮を見て。それぐらいのやつだよ。ああ、それいいですね。手かかってるなぁ。作るのが好きだから、そうなっちゃう。作ってあるでしょ。あ、はい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 。あ、深いですね。そのぐらいにしないと、確かに。溶き出されちゃうね。ああ、ジャッと出されちゃうんですね。そうそう。いいな、姫シャラも。なんか、大きさが分かんなくなってきますね。ちっちゃいのいっぱい見てると、多分これだって商品ですもんね。普段見ると迫力があるからさ、あるから大きく見えちゃうんですよ。だから今感覚がちょっとおかしくなってますね。普段見たらもっとちっちゃいんですけど、そうですね、大きく見えちゃう。うん、キヨさんこれ知ってる。ん、これカリン。カリン、ミヤコカリン。これと同じぐらいの、もうちょっと小さいのがなるんですか。なる、こういうの全部花芽。花芽だから春に咲くってことですか。春に咲いて、実がなる。かわいい。うん、こんな小さいのになるなんてなかなか。それですよね。みんなこう大きいから。うん、だいたいみんな大きくて、うん、枝落ちないような。悩むな、これ。楓と、あと欅ですよね、そこのね。楓と欅と、あと心拍だな、あの心拍が。あ、これは獅子頭のあれですね。獅子頭。昨日紹介してたやつだ。そうですね。あ、こっちも撮ったやつですか。こっち舞姫。これは舞姫。あ、舞姫か。うん、でもやっぱりこういうの買わないとな。どういうことで。いや、矢島さん来たんだったら。そうですね。ザって感じの。こういうふうにね、石化がね、少し長いんで。これが織り目。石化、石化。石化が長いっていうのは、節が。石化、節の葉と葉の間が。あ、これが舞姫。はい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 。舞姫はなんかこう、切り込みが大きいような。そうですね、平均5枚ぐらいかな。こっちの織姫の方は7枚ぐらいあるかな。あ、7枚っていうのはこうあって、はいはい、ここにちょこっと作りやすいのは舞姫の方が俺は作りやすいと思う。ちょっと離れなくなってます、手から。私あの小さいの作ろうと思って、はい、追い込みかけてるの、で追い込みかけて、目がちょっと長めに切っちゃったから、あ、はいはいはい、ここに出なくて上に出ちゃった。あ、はいはいはい、今これとここで切ろうと思ってる。おお、なるほど。もう一回これ失敗な。あ、でももう一回出るかもしれないですよね。ここ出ると思います。なんか節がありますよね。その周りからはね、出ると思うんですけど。出そうですよね。うん、ああ、それで切るんですか。切るんですよ。お、
候補。候補。時間かかる。心拍。あ、ちょっと待って、これいくらするんだろう今。ちょっといいですか。あの、あ、すみません、さっきの心拍って、ちょっと見ます。はい。じゃあこれじっくり。はい。はいはい、とっちゃん。だから本当はやっちゃいけないんだよ。あ、そうなんですか。うん、この太さになるとさ、こういうところに力溜まっちゃうの。はいはい、そうするとあの枝が太っちゃうよ。糸でやったりね、ビニールでやったりさ。ビニールでやったりね。うん、大量に大量に持ってる。形が面白いですもんね。うん、ちょっと置いておきます。心拍はいくつぐらい選ぶ。心拍3つ選びました。3つ抑え太し相談中、うん、あ、こっちがあるんだあとはあの欅だな。欅か、欅と楓。ちょっともう一回してきたこれはもう買うのかな。じゃなんかミニが良くなってきましたね。そうですか。ミニが、僕、相変わらず大きいのも好きだと、うん、ただ増えるだけっていう。そうそうそう、もうやがて手放すんでね。置き場をいつも心配しちゃいますね。ああ、そうそう、うちもそう。あ、まあね、閉じがなくなったら置くとこないんで、うん、こっちは。ここはいくらですか。なんか長寿梅ってよくあるのかもしれない。あ、長寿梅は多分今作り途中の向こうにあのめちゃめちゃ絡めてるやつが。あ、これか。これです。これだ。あ、これするんだろうな。しそうですよね。だけど大きいな結構。大きいなっていうかここに来ると大きく見えちゃうね。いや大きいですよでも。っていうか編み込んであるから。編み込んであるんですね。うん、これやっぱりきちんとくっつけるために伸ばしてる。うん、そういうわけじゃないんだけど、手が当たんないよ。ちょっと大きな買い物ですね。映えるんで。映える、撮ってほしいな、撮ってほしいな、撮影したいなっていう気持ちがちょっとありますね。バーって切って上からでも背が低い方がいいってことか。やっぱりバランスでしょ。そうですね。ちょっと悩んじゃうな、これちょっと爆買い会だな。爆買い会ですね。枝関係ないもんね。いや、そうですね。そこか、やっぱり。いや、背はね、空きがないように枝があのバランスよく出てた方がいい。あ、なるほど。そうです。こっちの方がね、変化が、うん、こっち普通にボコンとなってるんですね。なるほど。それを面白いとするかどうか。長寿梅好きなんですよね。欲しくなっちゃうな。だってこれ切ればちっちゃくなりますもんね。すごい。これさ、最初。こういう細だったんよ。それでこれにね、ここにあんの4箱ぐらいかな、くれるっつったの。で、俺はこんなのいらねえよなっつって。ああ、そうそうそう。それも動画でやってました。言ってた。言ってましたね。そしてさ、何年かしたらこう編んで小さく、このぐらいで小さくてさ、うん、面白いのができてきたんだよ。これ矢島さんにあげるって言ったやつだよなって。生姜で買ってきたよ。みんな売れちゃったけど、ね。まあ二ついっちゃってもいいんじゃないですか。これ二勝なんだもんな。僕もこれ一個欲しいな。曲がったのがいいですか。どれがいいかわからない。これがね、そうそうそう。これもこれもいいんじゃないですか。いいじゃないですか。こんなかだったら。これやっぱ針金かけて開けたんですね。自分を言い聞かせてる。いや、これみんな動画で見たやつですもん、だって。そうですね。うん、だからやっぱり Q さんの効果あるってことですか。確かに。これもそうだって、長寿梅もそうだし。そうですね。これをね、選ぶのうち業者は多少見るかもしれないけど、これを見る人はそうはいない。いないですよね。いない。新葉抜き？うん、新葉抜きしたやつ、うん、ね、でこれだけ残ってるっていうのがすごい。これだけどあれですか、来年もう詰めちゃっていいんですか、春に。まだですか。だから根の方もまだ心配ってことですか。一応取ったは取ったんですよね、根は。
新しい芽が出てきて、その芽が育つまでちょっと置いといた方がいいと思いますか。この芽がね、うん、この春にどのくらい伸びるかによって切るか切らないかは決まってくると思います。でもこういう芽があるってことはもう切っても大丈夫ですよね、うん、これがあるよってことは多分ね、その勢いに応じて切るか 切らないかはそうですね、うん、これなんかもう完全に2つあるからこれは取っちゃって良さそうですもんね。いや、もっと下で切るんであれば、こういうところにほらチクチクしてきてるんでしょ、はい、これを生かしてもこれ上はもう全部そうですね取っちゃった方がいいよはするんですよ。だからこういうこの懐に生えてる芽がどれだけこれから5月ごろ、伸びるか、はい、それによってだと思うんですよ。これを見てじゃあ夏ごろ勝負するかだな、はい、そうですね。そうか、植え替えない方がいいんですね、これね。植え替えたい気がするけど再発上と下は日にちっていうかあれを置いた方がいいですよね、いやこれまさしくこういうの欲しかったんですよ。今日、うん、冬松の太いのってあるのかなって根も足元見たいんですけど。足元いいですよ、これ。おあ、すごいですね、うん、じゃあもうほんとそこにここに並んでるやつの原型みたいな、ね、うん、もっと良くなるよ、ね、もっと良くなる。骨はね、あれもう一つ私こういうところに2つ。あ、そっか。これも外す前のやつですよ。外す前のやつ楽しいじゃないですか。業者の買い方、いやっていうかこの数がね、数と。もうバレキル業者ないですよ。いや金額的にはね、金額的にもちょっとじゃあ計算をこれで植松シリーズが、まあ、これですね。これは、うん、取り引きをして那須御用で5月に抜いてこういうとこから芽が出てるってやつですね、うん、あと御用松シリーズだとそこに取り引きのやつが、これもすごいですよね。2つですね。それとあとこれですね、これがミネアズマですね。ミネアズマもう一つ いいのあったんですけど、まあ、これちょっとねここは作っていくようですね。これがスーッと背が高い、これが御用、あと御用が、これがね、多分これ言うと初めさんまた殺到しちゃうんですけど、ミネアズマの未生ですね。私初めて見た、ミネアズマの未生ってこれですね。でこっちは大天照ですよね。それと、うん、あ、これもだ、これが舞姫もみじですよね、はい、でここは、ここから枝をついてここに出てきたらこれ取っちゃうんですけど、まあこれそっくり取っちゃうと思いますね。もうすでに太ってるんでね、こっちの枝が。とあとこれはエゴノキエゴノキね、エゴノキもちょっと整理してって、これも取り木をされたという。で、あと回るのかな、長寿梅、ただでさえ回ってない。あと長寿梅、これ悩みましたけどね、これも動画でやってて、ね、うん、これもちっちゃくね作って針金かけたら良くなりますね。これとあと心拍が3つ、面白いですよね。これが両方削って真ん中2本水水残しておいて、そうですね、うん、でやがてはこう太らして1本にしちゃうっていう、こういう、これはねなかなか矢島さんも売りたくないって言ってたやつですね。まあこれは、うん、この辺がねちょっと、うん、ということで、はい、買いました。値段は言えないですけど、はい、多分相当な金額です。はい、あの業者の買い方って褒めの言葉をいただきました。またしばらくあの、ね、自粛しないといけない。自粛して、はい、また動画で紹介できるかもしれないんで、そうですね、はい、またお会計して、またお会計してまっすぐ帰ります。はい、お昼代だけは残すなって値引きはしませんから。私は自分のルールとしてあれはダメですよね、うん、あれがこうだとかクレームつけて安く買おうなんていうのは、ね、絶対ね、いますよね。私もそういう買い方で、ね、あの商売だから負けてくれっていうことは言いますけど、決してケチをつけて買うっていうことは、昔ねやっぱりそうなりかけた時があって、はい、これはいけないなと、うん、だって面白くないじゃないですか商売、お互いね、うん、買うときに気持ちよく買いたいから、ね、自分のことをそう考えるとね、そうなんですよ。でそれをやるとまたね次ね高い値段になるんですよ、うんうん、この人どうせ負けるからって、ね、なんか自分が今日これとこれ見て太いね一本木ってあったんだけど、割とこうこれを主にしてこういう枝で作っていくような、なんかそういう
好みがあるんだなって自分で発見しましたね。もみじもね、単管のあったんですけど、こういうふうに総管で作っていく。そうですね、うん、このぐらいの金額を用意してきてたんですね。それに驚きです。一応、はい、いやいやいやというわけで、じゃあ今日は昼間さん爆買い、爆買いでお土産いただきました。お土産しょうのいい欅の種、いやいや、ちょっと今まだ悩んでるとありますけど、まだ悩んでる欅ですね。まだ悩んでますけど、いいんですよ。気持ちいいぐらいの、はい、そう、爆買いしました。爆買いでした。ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おまけでこれ見ますか。ああ、はいはい、そうだ、私は見てないんだよな。おまけで僕の買った、うん、あ、これは一つですね。そうです、もう、はい、大して買ってないです僕は。これが未生のやつですよね。未生のミネアズマ。ミネアズマ、はいはい、ないんですよこれなかなか、はい、いいですね。あとこの辺が心拍、心拍面白いですね。ちゃんとねじれてますよね、そうなんですよ、足元ね。これはもうここからいろいろできそうだなっていう動画の素材です。そうですね、こう3本買っただけですね、はい、これ3本ですか。3本、でもなんか全部小さく作るそうなのも。あ、これ面白いじゃないですか。そう、これは川崎先生一気かな。ああ、そうですね、いや私も欲しいぐらいだね。これいいですよね、うん、スギッパ出るんですねこれね。あ、これ太いですね。へえ、矢島さんのとこだったらやっぱここのとこバンバンと落としてちっちゃく作ってくる、そう感じですか。うん、最終的には、まあ、だからどうにでもできますよね。普通に盆栽として作ることもできるんで、どこまからで太らせるかってことですね、これ伸ばしておくのは、うん、これを今年切らないと下裾の方の枝が退化してっちゃうよね、うん、あ、なるほど、うんうんうん、ちっちゃく作るならもう今年切っちゃった方がいい。そう、なんで切んねえかっていうと、挿し木しようかどうしようか迷ってる。あそうですね、挿し木してもやだ、うん、でもそうはあんまり良くねえやな。ですかね、でもいいんじゃないですかね。どっちがいいし、あの一般の出るやつと出ないやつ。出ないあれもあるんですね。出ないや、出ない賞の、うん、そこにあるんですよ。出ない賞ですか。ここにはあるんだろう。さっきの、あー、それこれがでも出ない賞があるって言うんですよね。これかな。でも玉になりそうですね。玉に作りやすそう。それでこれは確実に杉っぱの出ないやつ。出ないやつなんですか。それがいいですね。確かにね。杉っぱが出ないやつがあるんだ。やっぱ3年我慢しろって言うんだけど、できないんだよな。挿し木が、挿し木をして、はい、帯津くんが言うにはね、うん、あの杉っぱの出ないのは、挿し木して確率が悪いって言ってる。ああ、そうなんですか。あ、なるほど。なんか元気な証拠っていうのはありますもんね、杉っぱはね。うん、そうでもなんか、あれですね、棚ができそうだ、うん、やりやすそうですね、この昭和。アポが、向こうが普通の、取り木の残念。また作るんで。ああ、でも足元も面白いじゃないですか。いいよね、さ、ええ、2000円ぐらいでね、ええ、いっぱいあった。あ、そうなんですか。2000円で。それはそうだ。それで、これでか？うん。それで、それが急になくなっちゃった。あ後で買えばいいやと思ったらさ、そうですね、急になくなった。面白いじゃないですか、これ。それ失敗。あ、取り木がですか。ええ、やっぱり曲げとくと、どんな素人でも、面白いの作るよね。あ、そうですね。いいじゃないですかね、これ。こっちは枯れてるんですか。え、こっちは枯れてる。取り切ったんで、取、あ、ね、取れなかったんですね。これも取り取るんですか。取るとこないか。取るとこないんだけど、ここの芯抜きしてさ、はい、ぐっと曲げれば形になっちゃう。あ、はいはいはい。ドリルで芯抜きする、あ、中ですね、うん。木が良くなればね。そうですね。樹勢が上がってくればね、うん、そこへ芯抜きして。まあ、ついでもいいんでしょうけどね。うん、継ぐのが難しくて、山っけのさ、天白の枝継ぎ、何百万ってそうしたよ、俺。あ、そうですか。失敗して。私も買って、枯らしましたね、随分。そうでしょ、元のやつを外すタイミングが、枝をどう一気にやっちゃダメだっていうんで、外すタイミング、葉っぱの剪定もそうですし、あの元のこう、ね、ポットの根を切るタイミングも難しいですよね。あー、さあ。いや、まあ、こんなところですね。ね。